新種類な大きな副紹介、サルトビサスケ様です。さあ、それでは準備が整いましたら合図をください。今回のお題、戦前夜奥方にどうしても行かなきゃダメと言われた時の対応でございます。はい、準備よろしいでしょうか。はい、それでは参ります。よい、アクション。今宵も星が綺麗じゃの。明日の戦どうしても行くのですか。あ、なんだ、寂しいのか。心配しておるのですこの俺は誰だと思っておるんだ。真田十一氏が一人、サルトリサスケじゃ。はあ、立教と社会人立在せい。ああ、おいしょよいしょよいしょよいしょ。なんですか、それはその笑顔一番好きじゃ。やっぱり青い子は笑顔が一番似合うの。必ず戻ってくるゆえ、ここでまた一緒に星を見よう、約束じゃ。そしてこの星の中を共に泳ごう。忍者隠密隊とハイタッチしなくていいんですよハイタッチ列みたいなのありますよね、あそこ。本当、何あそこ、ちょっと照れくさそうに小走りで行ってあそこでハイタッチするのがその通過儀礼みたいになってますね、どうでしたか。言いたいことも分かるし、はい、伝えたいことも分かるんだけど、はい、体がでかいのよ今答えでしょ。そこすごい、すごい入れたじゃないもうちょっとね、はい、もうちょっと絞った方がいい。なんかもう相談みたいになってますけどもね。はい。